はい、皆さんこんにちは、レイです。串谷のプロテクターがですね、新しくなっておりまして、で未だに新旧のものを使い分けているんですけども、まあ体感でですね、使った感じどういうものなのかっていう、今日は感想をお届けしようと思うんですけども、まあですね、これご覧のようにですね、こっちが旧型でこっちが新型なんですけども、やっぱり大きさがですね、単純にこれだけ全然違うものなんですね。でそれぞれ正直メリットデメリットというものがあって、じゃあどういう方にとって新しいものが確実に必要になるのかと、これも決まりがあるんですけども、まあ、これからレースに出るということで、レギュレーションで CE 規格のこういったプロテクターを使いなさいと、これも定められているので、そういった場合には古い方というのは選択肢に入らなくて、新しい方である必要があって、例えば脊椎であるとですね、まあ、これが新型、それに対してこれが旧型と、やっぱりこう雰囲気全然違うものなんですよね。でそれぞれの防護性能がどれだけ差があるものなのか、防御力がどれだけアップするのかっていうのは、自分で転倒してテストしてないので、正直僕としてはまだ分からないというのが素直なところではあるんですけども、まあ、装着感っていうところでは体の当たりが全くの別物でしたので、今日はそのところをですね、ちょっとお話まとめていこうかなと思うんですけども、特にですね、この胸側が大きな違いがあってですね、まあただいずれにしても公道でも使うことができるし、サーキットでももちろん使うことができるものなんですけども、まあ、新型の方がですね、これだけやっぱり小さくなっているので、僕としては旧型の方がなんならこの肋骨のあたりまでカバーしてくれてるっていう安心感がすごく僕は気に入っていたんですね。でこれが新型に変わるとですね、これだけ小さくなってしまうので、ここの部分というのがまるっとガラ空きになるんですね。でただしこれ脊椎も共通なんですが、新型の方が厚みがあって、まあ、プニョプニョしてると言いますか、多分ですね、冷えてるところに置いとくとカチカチになるんですけども、自分の体温を受けてこれ自体がある程度柔らかくなってくれるので、こういう肋骨の隙間のようなところにこれがこうピタッと入り込んでてくれるんですね。そういう装着感の良さっていうのは段違いにですね、新型の方がいいところがあって、でこればっかりあと体型の問題だと思うんですけども、僕みたいなそのガリ細でひ弱な人だとですね、ですとですね、僕はこの旧型の方を使う前提のつなぎの作り方をしていたので、ちょっとですね、新型になるとちょっと隙間が出ちゃいます。で厚みがやっぱ近いとはいえ、新型の方が厚みがあるから、まあまあそこを埋めてくれるであろうと思って、基本的には埋めてくれてはいるんですけども、まあ体の慣れなんですかね、こっちに慣れていた都合もあって、未だにこっちが恋しくなる時があります。でただ走っていてですね、これがこうずれてしまうということは今のところ一度も体験はしていません。で着用するジャケットやつなぎに応じてですね、ここの表面をですね、こうペリ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 ってめくります。ここマジックテープになってるんですね。そうするとジャケット側にこうペタンと貼ることができるので、仮にダボダボのものを着ていても、これがこうやって遊ぶこともなくて、まあ、いてほしいところにずっとはいてくれるんですよね。なのでサイズが変わっても動いてしまうってことは僕は今のところないんですけども、まあ、形がやっぱこれだけ顕著に違うっていうのは、もう見て想像の通りの着用感の違いがあります。ただちょっとしつこいですが、もう一度繰り返しお伝えしたいのは、新型の方が柔らかいだけあって体への当たりが優しくて、まあ、かえって密着してくれます。まあ、それがガリボソの僕の場合には、骨の隙間にこっちが入っていってくれるような、本当に自分の体に密着する良さっていうのがこっちにはあります。で背中なんですけども、これもですね、正直好みが出るかなと思うところがあるんです。それが何かと言いますとですね、長さがまあこれだけ違うんですね。まあ、とはいえこの古い方、青い方が古い方です。この出っ張ってるところって、ここには特段そのまあ硬いプロテクションはいないんですよね。これただ単に柔らかくてっていうところなんですけども、これ折り返してさえしまえば、実はこの前兆ってそんなには変わるものじゃないんですね。そんなに変わるものじゃないんですけども、長い方がこれも好みだと思うんですけど、その首の本当の上のギリギリまでプロテクターをこれ上げて使うものじゃなくて、どちらかというと尾底骨を守ってくれた方がいいから、つなぎの中とかジャケットの中で何ならちょっと下に下がってるぐらいの方が多分いいこと多いと思うんですね。なんですけど僕は好みで、つなぎの中で腰のアコーディオンパネルの部分までこれが下がってしまうと、なんかそのつなぎの運動性の良さというか、高さというか、伸びるつなぎっていうのがちょっとこうもったいなくなってしまうような感じがして、僕としては体をこう曲げたり伸ばしたりしていく過程で、そこのアコーディオンパネルを存分に活かしたいんですね。まあ、それがつなぎの良さだと思うんですけども、それをするためには僕はこの脊椎パッド、あんまり下に下がらないようにですね、割りかしちょっと上の方になんならいてほしいんですね。だけどこの状態だと僕全然腰の下足りてないんですよ。尾底骨まで守ろうとすると結構この下の方まで下がってくれなきゃいけないんですけども、まあ、僕この
脊椎の後ろの首の骨みたいな、こういうところも骨がだいぶ出っ張りがあるんですね。こういうところもできればガードしてほしくて、じゃあもっと長かったらよかったのかってなってしまうと、そうすると結局はそのアコーディオンパネルの腰の部分まで全部押さえ込んでしまうと、やっぱり動きにくくもなりそうですし、だからまあ長さはこれでいいんだろうなと。で、厚みもですね、やっぱり旧型の方って薄くてよかったんですね。着用感がないっていうのがすごく僕気に入ってたポイントなんです。で、ただ旧型の方が明らかにこういう硬いパーツがいっぱいついているので、やっぱ硬さで守ってるというようなとこがあったのかなって気はしますね。で、これただ背中からですね落下したことが何回かあって、ただ繰り返しずっと同じものを使ってるんですけども、まあこういうところがですね、まあ、ボタンのようなものでパチンと止められてるんですけども、あまりにも極端な衝撃が加わった場合には、ここのボタンがですねこうパチンと弾けるように取れるんですね。だから動きを妨げてしまうこともなければ、ハードパーツがより体を傷つけてしまうこともないようにもともと設計されていたんですが、まあ、こっちの新型についてはですね、この背中の、まあ、鱗のような部分、ここがですねこういう風に動くんですね。で、これも動きすぎてしまった場合には、まあ、中のこの赤い部分が例えばこうちょっと出てくると言いますか、ただこれがちゃんとこうはまるんですよね、まあ、というような代物になっています。で、胸側と共通して、胸部側と共通して、こいつはですねやっぱりこの厚みが、ここがね固めのグミですね。今これが自分の体温受けて柔らかくなることで、僕は特にもう本当そのね骨がゴツゴツ出っ張ってるんですよ。これねゴツゴツ出っ張ってるところが全部ここに、例えばまあ骨の出っ張りが指だとすると、ここがこういう風に熱が入っていくと、ここだけちょっとこうくぼんでくれるんですね。それがやっぱり自分の体にフィットするので、走行の直前につけるというよりかは、ちょっとつなぎの中で温める時間じゃないんですけど、ちょっと早めにつけとくとなお着心地としては良くなるかなというイメージを持っています。で、まあ、新旧のですね決定的な違いとしては、今これ外しちゃってるんですけども、肩ベルトをこういう風につけておくと、バックパックのように背負うことができるんですね。で、プロテクターは体の周りで動いてしまうのが僕としては一番邪魔くさいかなと。なるべくなら決まった位置にいてほしいと。で、それを最大限やるためには、ジャケット側に硬いものがいるというかは、体側にいてくれた方が密着感が高いので、まあ、これを肩紐をつけてバックパックのような運用をすれば、胸部プロテクターをこういう風にガッチャンコして合体して使うことも可能になります。これは旧型では絶対にできなかった使い方なので、そこの進化というのは結構大きいかなという風に感じています。で、最後にですね、ちょっと類の違うタイプのものも紹介したいんですけども、これはですねベストタイプのもので、僕かつてあの海外オフロード旅に行ってる時にですねこれを持って行ってたんですけども、まあ、本当にですね、まあ、こういうベストのように着用して体に留めることができるんですけども、で今これ胸何も入ってないです。一応ですね、まあ、ウレタンのパッドらしきものは肋骨周りにいるはいるんですけども、まあ、これを使う場合にはですね、こういう風に胸部プロテクターを中に仕込んで裏のマジックテープで留めてあげれば、ここにこうやっていてくれます。こうやって使うものです。で、ジャケット側じゃなくて体にこうやってつけた方が僕は快適ですね。これが動かないで済むから。ジャケットが本当にビタビタなサイズまで追い込めていればいいんですけども、多少オーバーサイズで着たりするともなると、これがずっといろんなところにこんなに行ったりすると、それなかなか動きにくいと思うんですね。まあ、そんなこともあって、まあ、行動ではこれもですね使い分けたりもしています。で、パッとですね、まあ、選ぶ時のちょっと意識してもいいかなっていうポイントなんですけども、まあ、今これ背中側に入っているのは、まあ、こういうエアータイプのですね、要はこのメッシュ構造で、向こう側がちょっと見えてるの分かりますかね、肌がこう見えたりしますよね。まあ、こういうふうに通気性の高いものを選ぶことが今やできるっていうのがこれ一ついいところで、旧型の胸部プロテクターについては通気性がさほど高いものではありませんでした。一応これもですね、中のパッドに穴が開いていて、一応こうね太陽に透かしてみると反対側が点々点と見える場所はあるはあるんですけども、まあ、新型の方がですねそれが全域で穴が均等に開いているので、こっちの方がですね通気性やっぱり全然高いですね。だからあの生地が厚くなって、まあ、ウレタンパッドのこうねブニョブニョした感触のもので、体に対して温かさがあるのかなと思ったんですけど、実際使ってみるとですね、まあ、これハニカム構造になっていて、そこが大きな穴がいっぱい開いているので、
衝撃吸収しながら必要な風とかは抜いてくれる、自分の体の蒸れ気も外に出してくれるというところではとても優秀な作りをしています。まあ、クシタに限らずですね、プロテクターを探す際にはどれだけ体に密着させることができるのか、要はここにですね、硬い鉄板入れてればもしかしたらアイアンマンみたいになれて防御力ガツンと上がるのかもしれないんですけども、動きにくくなってしまっては全く意味がないものだと僕は思いますので、まあ、どういうふうに体に密着させるのか、それがまあ背中と胸をこうやってつないで使うタイプのものなのか、あるいはベストにして着用しちゃうのかっていういろんな方法がありますので、皆さんの体の体型やバイクの乗る、乗り方であったり、そのバイクを走らせる場所であったり、そういったところに応じてこういうふうに選び分けてみると、いいかなというふうに思いました。これまだ現行でラインナップあるものですね。僕買ってから 2,3 年ぐらい使ってるんですけども、まだまだ全然現役で必要な時には活躍してもらっております。ちょっとしたオフロードみたいな、そういった時にもこれを使ってる時があります。なるべくならすげえ硬い樹脂とかプロテクション、まあ、プラスチックのようなものって、それ自体が体に対して当たりが痛いというか、そこが軸になって違うとこがグキってなってしまうこともあるので、硬いものはなるべく排除したい。だけど衝撃を吸収してくれる柔らかいブニョブニョしたものはなるべくなら増やしていきたい。だけどそれが多すぎると重たくもなってしまうし蒸れてしまう。だったらこういうふうに穴が開いてる通気性が高いものを選べばいいという価値観で僕はものを選んでおります。まあ、そんなところで今日はですね、プロテクターについて実際にですね、まあ、新旧使い分けてみててどういう感じなのかというところでお話をしました。レギュレーション上必要ないということであればですね、そういった時には僕は旧型も、まあ、洗濯したりですね、まあ、臭くならないように使い回ししたいというのもあるはあるんですけども、こんな風にですね、それぞれ活躍してもらっております。だからこっち持っててこれからこれ買おうかなっていう人はですね、まあ、そういった体に対する当たりがより柔らかい優しいというところは一つ大きなメリットかなと思いますし、まあ、そういった公認レースに出る予定が別にないかな、別に走行会でも求められないんだったら、まあ、とりあえずはいいかなということであればこっちでも全然いいと思うんですけども、ただ性能に関してはやっぱりこっちの方が高くはなっているので、どちらか迷った場合には迷わず新型っていう選択肢がいいと思います。そんなわけでまた次の動画もよかったらご覧になってください。今日はプロテクターの話でございました。以上、レイがお送りしました。